皆さんこんこにちは、雄大先生です。今日はちょっとこれを読んでもらいたいんですけど簡単ですよねこれ。<noise> あれ今「ありがとう」って言いました <noise> 標準語では「ありがとう」「ありがとう」低い高い「低い高い低い低い低い」低いと読むんですね。これを「ありがとう」と発音してしまうと名古屋弁に聞こえてしまうんですね。 ではこれはどうでしょう。<noise> ありがとうございましたですかちょっと違いますね。標準語ではありがとうございました、ありがとうございましたと発音します。まとめますと、ありがとう、ありがとうございました。この2つのありがとうのピッチアクセントは同じなんですね。これをありがとう、ありがとうございましたなどと発音すると、ちょっと変な感じがするんですよ。 というのも日本語を勉強しているたくさんの方がですねすべての文や複合語をなかなかのように前を上げて後ろを下げるイントネーションで発音してしまうことが多いんですね今からちょっと典型的なパターンを真似してみますけれどもこれは皆さんをバカにしているわけではありませんではどうぞだから外国人の日本語はこんな感じなんですよだから外国人の日本語はこんな感じなんですよ だからは頭高日本語漢字これらは平板ですがこれはイントネーションが変わっても同じままです私のバッグ私のバッグこれはこのままで大丈夫です私の名前ちょっと違いますね私の名前私の名前標準語ではどちらも平板です言葉の勉強あうん 言葉の勉強、言葉の勉強。言葉はお高ですが、後ろにのがつくと平板になります。日本人の英語。なんかちょっとおかしいですね。日本人の英語。日本人の英語。日本人。この単語は最初から数えて4番目、字にアクセントがあります。